ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。太陽は私たち地球人にとってもかなり身近な存在だと思うが、霊夢は太陽についてどのくらいのことを知っているか？確かにお天道様とも言われて私たちの生活には必要不可欠だけど、何かを知っているかと言われるとなかなか難しいかもしれないわ。身近なようで意外と知られていない太陽には様々な謎が潜んでいるとされているんだ。中でも太陽には地球外生命体が存在するとも言われていて、その話について世界中の科学者や研究者たちが大注目しているんだぜ。しかもなんと、その未確認生命体の痕跡まで確認されているんだ。太陽に地球外生命体が？もしそれが本当ならかなり興味深い話だし、みんなが気になるのもわかるよ。マリサ、その話についてもっと詳しく教えてほしい。よし、じゃあ今回は太陽に存在する未知の宇宙生命体の痕跡について紹介しよう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは太陽の基本情報について簡単におさらいしていくぜ。太陽は約2000億個の星からなる、銀河系の恒星の一つだ。恒星って自ら発光する天体のことよね。そうだな。その重力で公転する8個の惑星などにより、太陽系が構成されていて、地球もその惑星の一つだ。大きさは直径139万2000キロほどで、これは地球の約109倍とされている。また体積は地球の130万倍、重さは地球の33万倍で、太陽系全体の 99.8% の質量を持っているんだぜ。とてつもなく大きな星ね。地球から見てもあれだけ大きく見えてるわけだし、かなり大きいことはわかるわ。太陽ってものすごくメラメラしてるけど、温度はどのくらいって言われているの？太陽の中心部の温度は1600万度、表面温度は6000度とされている。また太陽の周りに溢れ出す光のコロナは表面よりも温度が高く100万度。さらにこのコロナの中で起きる爆発現象のフレアが起こると1000万度以上の高温ガスが作られる。いやーそんなの熱すぎるわよ。こんな中で生命が生きているなんて想像できないわ。まあ少なくとも人類は無理だし、生物最強と言われるクマムシすらも厳しいだろうな。だが一方でこれまで太陽の観測中に生命の痕跡らしき映像が撮影されてきたのもまた事実だ。しかも一度きりじゃなく過去に複数回撮影され、その映像が残っているんだぜ。え、マジで？それって例えばどんなものがあるのかしら？まずは2016年11月27日に太陽を観測した NASA の映像の話だ。この映像には太陽から飛び立つ、小さな物体のようなものが確認できるんだぜ。この物体は飛び出した軌道そのままに残り、直線の光をも見られている。まあ言われてみればそんな気もするわね。でも、何か光が偶然映っただけじゃないの？例えば彗星がその場を偶然飛んだとか。仮にこれが彗星だとすれば、光をはおそらく映らないだろう。なんせ彗星は塵とガスによって構成されているからな。あ、そっか。しかも彗星が太陽を貫通しているかと言われればそんな風に映ってもいない。そもそも彗星が高温の太陽を貫通するなんてありえない話よね。となるとこの謎の光が彗星だった可能性はかなり低そうだわ。そこで考えられるのが未確認飛行物体すなわち UFO ってわけだ。この光は動力となる何かを噴射していることを表しているようにも思えないか？まあ確かにそうかもしれないけど、正直 UFO なんて信じられない話よ。この時すでに太陽には UFO を作り出して乗りこなす技術を持つ生命体がいるなんて、正直ありえないと思うわ。そう思うのも無理はない。結局この謎は明かされないまま時が経ってしまっているんだ。未だにこの光が何者だったのかは分かっていないぜ。気になるところだわ。ちなみに他にも太陽で何か生命体らしきものが見つかっていることってあるのかな？2021年、NASA と欧州宇宙機関 ESA の共同事業太陽視覚化プロジェクトというのがあり、そこでは太陽から黒い物体が飛び出し、高速で飛び去る姿が映像に残されている。しかもその物体が飛び立つ際に生じたと思われる衝撃波が、太陽の表面に影響して波打っているようにも見えるんだぜ。え、何それ？確かに不思議な映像だとは思うけどさ。もし太陽で地球と同じように生命体が暮らしているとしたら、光の色で識別する温度とかでこれまでに何らかの異常があってもおかしくないんじゃない？これまでにそういう異常って何かあるの？いや、そういうのはないな。だからつまり太陽の表面では生命体が生活していないことを意味するわけだ。ええ？じゃあこの飛び回る物体って何なのよ？そこで謎を解くヒントになるのが2018年に太陽探査機が残した映像だぜ。これも NASA と ESA の共同事業で打ち上げられたものなんだが、そこには太陽の北極部分が映し出されていたんだ。まあ丸い形をしているし、地球と同じように極があるのは当たり前じゃない？それがどうかしたの？それがなんと、太陽の北極には穴がぽっかりと開いていたんだ。映像には空洞のようなものが驚くほど綺麗に記録されていたんだぜ。
北極に空洞を示す穴だなんて、そんなことあり得るのかしら。しかも今回の映像だけじゃなく過去には太陽の表面にまっすぐな線が走っていて、光が漏れている映像も残されていたんだ。このことから太陽は中が空洞で開閉する気候みたいなものがあるとも言われているな。太陽の大きさって最初に言ってたけど地球の109倍って言ってたわよね。それだけの大きさなら中に空洞があるとして、そこの空洞は何のために存在しているのよ。もしそこに生命体が居住できるほどの何かがあると考えたらどうだろうか。これだけ大きな太陽なら、スペース的には十分だと思うんだぜ。そんなことあり得るの。あ、でも確か前に地球も空洞になっているって話を聞いた気もするわ。そう、これこそ太陽と地球の奇妙な一致とも言えるんだが、地球も北極に巨大な穴があって中は空洞という地球空洞説があるんだぜ。ちなみに地球の空洞に関してはこれまで何度も映像として公表されているんだ。そうそう地球空洞説だわ。少し型破りな説にも聞こえたけど、ニュートンとかハレイとかの有名な研究者たちも主張していたのよね。そうだ。しかも国際的な合意によって現在、北極や南極の上空を飛行機などは飛べないんだ。え、そうなの？もしかして一般の私たちには知られていない秘密がそこにあるのかもしれない。もしそうだったら太陽についてもすでにわかっていることはあっても、隠蔽されている可能性は高そうな気がするわ。そうだな。このように地球と同じく太陽も空洞で、しかもそこには共通の秘密が隠されているかもしれない。それが本当ならめちゃくちゃ気になるところだよ。ちなみに今、太陽での UFO らしき物体が目撃されていると話したが、地球でも多くの UFO の目撃情報が飛び交っているのは知ってるよな。そうね。嘘か本当かわからないけど、世界中のいろいろな地域でそういう話を聞くわ。だがここには不自然な点が一つあって、これだけ UFO に関係する噂が絶えないにもかかわらず、宇宙から地球に飛んでくる UFO の姿ってのは目撃されていないんだ。少なくとも過去にそのような噂が出たことはないと言っていいだろう。確かに。となると UFO たちって一体どこから来ているのかって話よね。そこで地球に来ている UFO は太陽と同じく、地球の中に空洞があってそこからやってきているなんて話があるんだぜ。マジで言ってるの。でもまあこれが本当なら太陽にいる生命体も太陽の空洞部分に住んでいる可能性があるってことよね。ああ、そこで太陽に現れる未確認生命体と地球に現れる未確認生命体は、文明や種族などで共通点がある、もしくは交流があったと考えられているんだ。だから私たちが噂している未確認生命体の姿と太陽に潜んでいる未確認生命体の姿は、もしかしたら、かなりそっくりなのかもしれないんだぜ。でも一つ物申していいかしら。なんだ？太陽って最初に言ってた通りめちゃくちゃ熱いんじゃないの？いくら地球外生命体だとしても、そんな熱いところに生命体がいるなんて考えられないわ。確かに太陽の温度はめちゃくちゃ高温だと言ったが実はそこも疑うべきポイントなんだ。どういうこと？ここに太陽のとある穴があってだな。そもそも太陽は高温なのか、という話だぜ。さっき表面温度は6000度で、大気圏コロナ付近はもっと高いって言ってたじゃない。それは違うって言うの？そもそもこの温度って実際に測っているわけじゃなく、光を分析した測定値でしかないんだ。太陽に行ったことがある人なんていないから実際の温度は測ってみないとわからないんだぜ。そういうこと？その光を分析した測定値っていうのは具体的にどういうことなのかしら？太陽の温度は太陽が発する光の色を調べることでわかるんだ。まず前提として太陽のような恒星は、様々な波長の光を出している。この波長は恒星の表面温度が変わることで当然割合も異なるわけだが、恒星の表面温度が低い時は波長の長い光が多くなることから赤く見えるんだぜ。そうなのね。じゃあ表面温度が高い時はどうなるのかな？恒星の表面温度が高くなると波長の短い光の割合が増えるため逆に青色に見えるんだ。つまりどの波長の光が多いかを調べることでその恒星の表面温度がわかるんだな。なるほど。じゃあ実際に太陽はどんな感じで計測されているの？太陽の光をプリズムで分けると虹のような7色になるんだが、どの色の光が多いかを調べると緑が一番強いことがわかる。緑ってことは青色よりね。そういうことだ。このことから太陽の表面温度は約6000度だと推測されているんだぜ。ああ、なるほど。だから現在の常識的には太陽の表面温度イコール6000度になっているのね。ああ、だがここにも矛盾する点があってだな。例えば太陽の上空にある大気層は100万度くらいだと言っただろ？だがもし太陽表面の温度が6000度が本当だとしたら上空に行くほど温度が上がるのっておかしいと思うんだ。あ、そう言われてみれば、普通なら下がるはずだし、これは矛盾していることになるわ。あ、でも太陽では核融合反応が起きていると思うけど、それなら温度も高くなるんじゃないの？確かにそう言われていたりもしたが、
2015年には常温核融合という、わずか数百度で核反応が進むことも確認されているんだ。しかもこれに関してはアメリカが特許を取っているから間違いないんだぜ。そうなのね。じゃあ核融合が温度に関係しているかと言われても根拠としては少し薄いってわけか。高温じゃなくても問題ないってことだもんね。そうだ。これらの話を聞くと太陽が本当に高温なのか疑わしくなるよな。ここで一つ、ウィリアム・ハーシェルの話を紹介させてくれ。誰その人？彼はドイツ出身でイギリスの天文学者、音楽家、そして望遠鏡製作者だ。冥王星の発見や赤外線放射の発見など、天文学における数多くの業績で知られているな。すごい人なのね。それでこの人がどうかしたの？ハーシェルは不透明な雲にも見える層が大気の温度を遮断し、低温の地表が存在するという説を唱えている。え、何言ってるの？まあそんな反応になるのも無理はない。なんせこの説は当時から現代まで研究者の中でも相手にされず異端視されていたからな。しかしだからといってこの話をスルーするわけにはいかないんだ。どういうことよ？今言った通りハーシェルは赤外線や冥王星の発見などもしているわけだ。しかし赤外線なんて発見されていない時代に、目に見えない光が存在し、強い熱作用があると言っても誰も相手にしないだろう。まあそうよね。それこそ当時から異端視されていたと思うわ。だがこのような自由な発想こそ新しい発見に貢献しているのもまた事実だ。これまで人類は誰も太陽に降り立っていないわけだし、それまでは誰もハーシェルの説を否定することはできないと思うんだぜ。まあそうだけどさ、それにしてもあまりにもぶっ飛びすぎてて頭が追いつかないわよ。まあな。だが実は太陽が常温である説は様々な学者からも支持されているんだ。日本の電気工学者である関秀夫という人は、実はすでに太陽が低温であることは実証されていると講演で発言しているからな。そんな堂々と言っちゃってるんだ。関氏曰く太陽は熱を発しておらず、T 線という放射線を発しているのみで、この T 線が地球の大気に触れて初めて光線と熱に変換されるんだぜ。でも太陽って遠くから見ても炎の塊みたいにメラメラして見えるわよね。もし太陽が常温なら、あのメラメラはどうやって説明するわけ？それについては太陽の周囲にある大気を T 線が通過することでそう見えているに過ぎないんだ。つまりもしも太陽の周囲に大気がなければ、地球から見ることさえできないってわけだな。マジで？関氏は、太陽表面がもし6000度なら、彗星は火の玉になってしまう。だから、太陽は冷たい天体だ、と周囲に語っていたんだぜ。じゃあ太陽が放つ放射線こそが太陽の熱の正体ってこと？関氏の主張としてはそういうことだな。まあだがこの説は多くの物理学者が否定しているため、実際のところの真実は謎に包まれている。この謎を解明するには、実際に太陽まで行くしかないのかもしれない。謎は深まるばかりだわ。でももし太陽が本当に常温なら、生命体がいても何も不思議じゃないわよね。むしろどんな生命体がいるのかは気になるところだよ。さて、ここで太陽に関する話でもう一つ、なんとも不思議な話を紹介しよう。2022年、ESA の太陽観測衛星ソーラーオービターが、太陽表面を動く奇妙な物体を発見しているんだ。その物体はまるで巨大な蛇のように太陽をうねうねと横切っていったんだぜ。何それ？巨大な蛇なんて、絶対にそんなの普通じゃないわよ。台座はなんとマッハ500、すなわち時速61万2000キロの猛スピードで太陽を駆け抜けている。長さは太陽の直径の5分の1程度あるように見え、これは地球の100倍くらいの大きさはあるだろう。そんな猛スピードな台座、想像しただけで恐ろしいわ。一体この正体は何だったのかしら？このことから台座は太陽に住むプラズマ生命体じゃないかと推測されている。プラズマ生命体？なんかもう正直、プラズマって聞いただけで怪しさ満載なんだけど。おっと、それは誤解だな。プラズマだって理解すれば何も怪しいものじゃない。じゃあそのプラズマとやらについて教えてほしいわ。プラズマとは、固体、液体、気体に次ぐ物質の第4の状態のことだな。物質は普通、温度が上昇すると固体から液体、液体から気体に状態が変化するだろ？そうね。気体の温度が上昇すると気体の分子は乖離して原子となり、さらに温度が上昇すると原子核の周りを回っていた電子が原子から離れる。いわば電離ってやつだね。そうだ。また中性分子とプラスイオンとマイナスイオンが混在した非常に活性化した状態となるんだが、これをプラズマと呼ぶんだぜ。なるほど。そのプラズマが目に見えない太陽の磁場と相互作用して台座が生まれたってことなのね。でもそんなプラズマ生命体なんて存在、現実であり得るわけ？まだ疑っているようだな。実際にプラズマ生命体と思われるものはこれまでに何度も映像として確認されているんだぜ。いつ？それは2015年のこと。太陽付近で燃えるような巨大な物体が映像に捉えられている。
これは火の鳥とも言われていて、この現象もプラズマ生命体だと考えられているんだ。確かに火の鳥って言われるのも納得な気がするわ。そもそも火の鳥とは伝説の生き物だが、その伝承にはスザクや鳳凰などの火の鳥の多くがフェニックスに起源を持つと言われている。フェニックスって確か不死鳥的な意味よね。寿命を迎えると自ら火に飛び込んで命を終えてまた蘇る的な。そうだな。実はこのフェニックスは古代エジプト神話に登場するベンヌがルーツだと言われているんだ。ベンヌ？数千年前のエジプト人はベンヌが夜になると太陽神ラーの神殿にある炎へ飛び込んで死に、次の朝にはその炎の中から生まれると信じていたんだ。あれ、フェニックスの伝承とそっくり。まあベンヌの方がルーツとされているんだけどな。ちなみにこのベンヌとは太陽神ラーの魂ともされている。ここでも火の鳥は太陽と繋がっていくわけだな。ちょっとこじつけ感は否めないけど、まあ確かに太陽との関わりはあるわね。でも正直、やっぱりプラズマ生命体って言われてもあまり信用できないというか、いまいちピンとこないのが現状なのよね。突然だが霊夢は幽霊を信じるだろうか？え、まあそれなりには。実は幽霊や幽体、霊魂などはプラズマだと言われているんだ。そう言われると急にプラズマが形に見えるものに感じてきたわ。そうだよな。だからプラズマ自体も、プラズマ生命体についても何も難しい話ではなく、科学的にその可能性のあるものってことは分かってほしいんだぜ。まあ機体も同じく目に見えないけど、当たり前のようにその存在を受け入れてるわけだしね。そう考えたら人体の何らかの構成要素がプラズマ化してたとしても不思議ではないと思うよ。だよな。つまり太陽で目撃された大蛇や火の鳥に関しても、プラズマ生命体の可能性は否定できないわけだ。それに古代エジプトでベンヌと呼ばれたものは、超古代に地球外生命体などによってその存在が知らされ神話として現在まで伝わってきた可能性もある。あ、もしかして、火の鳥は寿命を迎えると火に飛び込んで再生するけど、その姿はプラズマ体を表しているってこと？そういうことだ。逆に人間は寿命を迎えるとプラズマ体になり、太陽に向かっていくなんて考えることもできるよな。そして火の鳥などの形をとってまた地球に戻ってくる仮説も立てられているんだぜ。なるほど。まだまだわからないことってたくさんあるのね。まあこのプラズマについては研究も始まったばかりと言っていい。今後研究が進むことで地球と太陽の関係が明らかになるかもしれないぜ。それはドキドキね。ということで今回は太陽に存在する未知の宇宙生命体の痕跡について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？話を聞く前は太陽には絶対に生命体なんていないと思っていたけど、それは私の間違いかもしれないわね。もう少し研究が進んだら真相もわかるかもしれないな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。